い、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はエギングです。今日も、はい、もうですよ。実はね、行ってるんですよ、ずっと、はい、冬のね、海に強い強い強い、ってことでね、朝から今日エギング来ておりますけど、はい、最近なんか YouTube で怖いの見てるって言ってましたけど、最近、怖いの見てるんですよ、はい、そしたら僕、道路走ってると車の間を白いのが通ってるように見えてるんですよ、僕怖くて、すごく。皆さんそういう経験あるでしょ？ないですよ。あるでしょ。ないですよ。だいたいそういうのを見るとこう霊感が強くなって。なりません、なりません、なりません。義母愛子が言ってましたよ。義母愛子義母やろ。あ、そうか。ってことで今日はサポティンベリッサポティはい、ポイント入りました。使用するエギデュエルのダートマスター 3.5 号ラトルなしのタイプです。リアイソ朝1投目大事ですね。満潮からの下げ始めぐらいですかね。ああ、イカやったね。イカやった、イカやった。イカやった。まあまあある。来ましたよ、久しぶりのヒットです。うわ、嬉しい嬉しい。嬉しいいっぱいっすね。たまにいらないですよね。大丈夫大丈夫大丈夫。かかってるかかってる。いいサイズじゃないですか。いいサイズじゃないですか。わあ。ちょっと測ってみましょうね。ゼロね。さっとさっと。680。俺の予想。960。やばい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 。どう？リアイソです。ちょっと俺もちょっと釣っていきたいな。最近全然釣れてないから。来ましたか。ちっちゃいんだけど来てもらってよかったです。よかったっすね。よかった。ちっちゃくないよ。おー、ちっきょっきょっき。おーよしっこ。エギはなんすかこれ。わからんですけど、だったこれあれですかね、心霊の力ですかね。レーコンついてる。あなたもついてるじゃないじゃん。俺がレーコンちょっと測りましょう。いやいや、レーコンやろ。ありがとうございます。キャビンベーコンだから一本、一本がかりです。さってこう上げてリリースしてやろうか。すみません、すみません、ごめんね。あっ、これレーコンの力ですよ、今ね。もう朝一レーコンや。これ何の力？キャビンレーコンです。テンテン、テテテンテンってよ、しゃくれましたか
おお結構でかい、でかい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 、多分でかい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 よ、でかい、えんしてるしてる、でかいでかいでかい、ずーっとずっと。レーモンと塩が効いてるんだと思います。いや、いいサイズよ、それ絶対。わ、でかい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 、キロあるわ、これ。あー、いいサイズ。ゆっくりよ、ゆっくり。よし、取った、取った、取った。よしよしよし、これでかいよ。でかっ、でかい、でかかろう、しっかり、もうまだ、ね、まだもう、え、いやてまだ餌と思うとる、花さんって絶対にいやて、おほほほほ、やばい、でかい。エギは、エギはまた一緒のやつです、さっきのビンビン来てるから、ビンビンされてるちょっと測ろうか、先にね、はい、あったー、キロー、やばか、やばか、チェーン、ブワーベーコン出すなんて。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。おはようございます。はい、素晴らしい、よかった。いや、実はですね、皆さん、あの、ちょっとオープニングでも言ったんですけど、はい、この間もナイトエギング行ってね、はい、ちょっとその映像をお見せしますけど、はい、行きましたね。はい、はい、来ました。ナイス、いましたね、いましたね、モンスターマスター、マスターモンスターマスター、この間紹介したエギです ね、 ですね。さよなら。このサイズ300、まあ、前後ぐらい、うん、いっぱいだけっていうね、うん、まあ、釣れないときは釣れない、うん、サポッティングやれましたね、やれました。俺思うに、はい、霊感がこう高まってきて、その具合でイカを引き寄せてんじゃないかなっていう。とりあえずですよ、皆さん、霊なのかどうなのか、そこだけを僕は知りたいのででも実際白い影が見えたりとかっていうのは、はい、その思い違いではないじゃないですか、見えてるんで。いや、分からない、思い違いでやりたい、今後も霊魂の方とちょっと方針を取りながら。本当本当、そんなことは言わん方がいいと思う。あ、そう、茶化した感じはやめたかいと思う。俺茶化しとらんもんね。もう言うから、そう、茶化した感じになるやろ。茶化してない、してない、ごめんなさい、ごめんなさい、更新うわやば、言うな言うな、うるさい、なしにして、今のは。まあ、ってことね、まあ、今後もマー君のね、霊感の方をちょっと検証しながらね、サポッティングもやっていきたいと思いますね。今後も霊魂にちょっとご注目ください。ご注目ください。動画見て良いなと思ったら、チャンネル登録と、はい、高評価、高評価、はい、ベルマークもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい。